皆さんこんにちは。 JRA に所属している数少ない女性騎手である長島真奈美さん、今年21歳という若さで中央地方交流を合わせて通算100勝を達成するなど今注目されているジョッキーの一人です。そこで今回は美人女性騎手長島真奈美さんのプロフィール、彼氏、結婚の噂、所属厩舎や不祥事とその後について調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。ではまず長島真奈美さんのプロフィールをご紹介します。名前長島真奈美、生年月日2002年10月27日、年齢21歳、出身地兵庫県、所属厩舎高橋康之厩舎立東トレーニングセンター。兵庫県で生まれた長島真奈美さん、尼崎市の園田競馬場の近くで生まれ育ちました。父は元騎手、現調教師の長島太郎さんで、父に憧れて5歳の頃から乗馬を始めています。3姉妹の真ん中である長島真奈美さんですが、父の長島太郎さん曰く馬に興味を持ったのは3姉妹で長島真奈美さんだけだったようです。目標とする騎手には武豊さん、岩田康成さんを挙げています。理由は日本だけでなく海外でも数々の結果を残しているからだそうで、長島真奈美さんにも海外に挑戦するような騎手になってほしいですね。4歳年上の姉は高校卒業後専門学校に通って新厩士の資格を取得。そちらの仕事とともに2022年11月から長島真奈美さんのバレットとしてサポートしているそうです。長島真奈美さんの家族は父、母、姉、妹の5人家族で、長島真奈美さんが学生の頃はみんなで家族旅行に行くなど家族仲は良好のようです。そんな長島真奈美さんの騎手人生は、2015年にジョッキーベイビーズ関西地区予選に出場しますがあまり振るいませんでした。中学卒業後は高校には行かず、2018年に競馬学校騎手課程37期生として入学しました。2021年に騎手免許を取得。3月6日に古川奈穂さんと共に藤田奈々子さん以来5年ぶりの JRA 女性騎手としてデビューを果たしています。2021年にデビューした長島真奈美さんは3月14日の中央競馬第2レースでアクイールに騎乗し初勝利。 JRA 通算12戦目での勝利は女性騎手としては歴代2位タイの速さでした。アクイールは高橋康之さんの厩舎の馬。長島真奈美さんは競馬学校在学中から高橋さんに直接指導を受けており、いつもアドバイスをいただいている先生の馬で勝てて嬉しいとコメントを残しています。4月10日の新潟競馬第7レースでは藤田奈々子さんに次ぐ2着。これにより JRA 史上初の女性騎手によるワンツーフィニッシュを飾りました。この日はさらに古川奈穂さんも騎乗しており、女性騎手3人が共に騎乗するレースもありました。これは実に23年ぶりの出来事でした。競馬界にも少しずつ変化が見られるようですね。4月17日には古川奈穂さんが1着、藤田奈々子さんが2着、長島真奈美さんが3着となり、 JRA 史上初のワンツースリーが実現しました。複数の女性騎手による同日勝利も。5月16日の新潟第3レースではベルゼールに騎乗し勝利を記録しました。加えて同日の新潟第6レースでは藤田奈々子さんが勝利しており、なんと20年ぶりとなる複数の女性騎手による同日勝利を達成しました。これらのように他の女性騎手と共に活躍し数々の記録を残した長島真奈美さん、それだけにファンからの注目度も非常に高い存在でした。2022年12月25日に行われた阪神競馬場の第1レースではアルムエアフォルクに騎乗し JRA シーズン21勝目を達成。これで中央28勝、地方3勝で通算31勝を達成し G1 レースに騎乗可能となりました。そして2023年3月15日に姫路で行われたレースではお父さんが管理する名勝鬼手に騎乗、見事1着を取っています。親子タッグはこの時が初めてで、いきなり最高の結果を出し父からはあなたのおかげで勝てましたと言葉をかけられたそうです。本人も父の厩舎で勝てたのは良かったですと
喜びをあらわにしていました。ここまで順調にキャリアを重ねているように見えた長嶋愛美さん。一方で5月3日には JRA から開催日における機種の通信機器スマートフォンの不適切使用が認められ、2023年5月13日から6月11日までの機上停止が課せられました。この事件は4月23日の福島競馬場の機種控室内でスマートフォンを用いてレース動画の閲覧をしていたことが判明したために、こういった処分が下されました。 JRA では不正防止のため開催日に機種が控室などでスマートフォンなどの通信機器を使用することを禁じており、この件では長嶋愛美さん以外にも古川奈穂さん、今村聖奈さん、角田大河さん、川原田奈々さん、小林美久さんといった若手騎手が騎乗停止処分を受けています。女性騎手として結果を残していた長嶋愛美さん、それだけにスマートフォンの不適切使用の知らせは界隈に大きな衝撃を与えました。さらに処分発表から3日後、6日には JRA から調整ルームへの入室が遅れたことについて、長嶋愛美さんが戒告処分を受けていたことが明らかに。騎乗停止は1ヶ月後の6月11日までとなりました。それでも騎乗停止が明けて約1週間ほどの18日に阪神第8レースで復帰後初勝利、翌月には CBC 賞でアビエルトに騎乗し重賞初騎乗を飾ります。そしてこの年の暮れ、12月10日には阪神ジュベナイルフィリーズでスウィープフィートに騎乗し G1 初騎乗も果たしました。最終的に2023年は中央地方合わせて64勝を挙げ、通算勝利数は97勝に、前年新人最多勝利数を更新し、共に騎乗停止になった女性騎手今村聖奈さんを大きく上回る結果を残す形となっています。仲が良い2人なだけに、良きライバルとしてさらに切磋琢磨してほしいですね。そして今年3月23日に中京第1レースで1着を取り、通算勝利数が101勝を超えたため見習い騎手を卒業しています。このようにジョッキーとして大活躍している長嶋愛美さん、美人ジョッキーとしても話題になっており、人気もかなり高まっています。となるとやはり気になるのはパートナーの噂。ここからはその話題についてご紹介します。その可愛らしいルックスと高い実力から人気をどんどん獲得している長嶋愛美さん、そのパートナーの有無に関してですが、今のところ長嶋愛美さんについてそういった報道は出ていません。そのためもちろん結婚もまだ考えていないようです。ちなみに長嶋愛美さんはアイドルグループスノーマンの大ファンだそうで、休みの日はスノーマン漬けの一日を送っているようです。そして好きな人はいる？と聞かれた際には、前述の通り休みの日は部屋から一歩も出ずこもりきったり、馬と一緒に遊んでいるのがすごく楽しいと答えていました。現在21歳ととても若く、成績も振るっていますので今は騎乗に集中したいのかもしれませんね。次にその年収についてご紹介します。2021年にデビューしてから約3年で通算100勝を達成、乗っている若手騎手である長嶋愛美さん、ではその年収はどれくらいなのでしょうか。まず JRA の騎手の平均年収は2000万円、4000万円がボリュームゾーンで全体の6割、2000万円以下は2割、6000万円以上が2割となっており、長嶋愛美さんは2022年の本賞金だけでも1200万円と言われているため、長嶋愛美さんの年収は1000万円、2000万円くらいだと予想されます。2023年は2022年よりも倍以上勝利しており、もしかすると3000万円台という可能性もあります。こう聞くと命を懸けた実力の世界ではあるものの、騎手は夢のある職業ですね。いかがでしたか。今回は女性騎手の長嶋愛美さんについて、プロフィール、彼氏、結婚の噂、不祥事についてご紹介しました。長嶋愛美さんは一度騎乗停止の処分を受けましたが、その期間を乗り越え成績を大幅に伸ばしています。長嶋愛美さんがこれからどれほどの成績を残すのか、共に注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、
高評価もぜひお願いいたします。それではまた。